今日は東西線ですね。東西線形式で行いますので、皆様よろしくお願いいたします。配信台はいきなり開幕タコ様、開幕タコ様です。大丈夫ですよ。はい、エントリーまだいます？大丈夫？まあ、いる人は書きました。今13人ですね。まだ人が来るとかあれば教えていただければ、今からならなんとかします。今ならまだなんとかできます。いいかな。じゃあそろそろ締め切っちゃいます。よろしいでしょうか。キャラクターはどうしましょうね。あ、そういうのできればやりますか。アリー、アリー、3、4、5。たまり少ない。すごい少ない。たまりの方がだいぶ少ないですよ、今日。いや、それでも少ないわ。今5人でしょ。1、2、3、4、5、6、7。8人いるから、全然バランス良くないんでやめましょう。はーい、それでは FOX っぽくできるかな。なんかないかな。14人でしょ。フォックスダメか、ダメか。ステンノを、ステンノを、新キャラ、新キャラで、99にしようか。99
1、2、3、4、5か。微妙だな、何もできないや。あ、エントリー先して出ないの。はい、いや、キャラどうしようかなと思ってましたね。なんかね、コンセプトを持ってやるのはいいんだけど、うまくできるかどうかっていうのがあるんですよ。上としては僕ちゃんと覚えてないですね。これか、これ見ればいいかな。上、下、ダメ、えらいことになる。1、2、3、4、5、6、7、8人も下だからダメやな。キャラバランス的には悪くないかもね。どうしよっかな。1、2、3、4、5、6、7、あ、ちょうどいいかも。1、2、3、4、5、6、7だ。あ、ちょうどいい、ちょうどいい。フォックスっぽいやつで、じゃあ、初代対その他でやりますか。バランスいいのか、本当に。トネピー、トネピー。キャラは？ほんとね。東西戦でやるんだけども、どうしようかなと思ってて、今のところあのきっかり分かれたのが、初代の8キャラ対その他で77なんですわ。あのキャミだったらいい。キャミ2体だからね、これはタコ様が楽しめるやつだね。じゃあもうチーム分けだけしちゃいますわ。
お待たせー、チーム決まりました。今日は2キャラ持ちでいきますのでよろしくお願いいたします。2キャラ持ちなんだけど同じキャラでもいいです。東西戦です。順番はかぶせ合いで先方だけ申告お願いします。はい、それじゃあやるんで皆さん集まってください。よろしくお願いします。大変お待たせいたしました。はい、ワンピーガーも呼び出します。ハイジン、クサ、ネモ、長州、オヌチョ、中野イサジ、キャミン2体です。2P 側が2回転、鈴鹿、青葉、バイパー、鈴木、タコ様、デレノーとなっております。キャミンは 1P 言ってください。キャラクターは、まあ自由です。同じキャラ2回でも変えても構いません。で、カブサイでいきますのでよろしくお願いします。いや、鈴木 DJ 出てくるから気をつけて。こっち残儀2体で向こうキャミー2体なので、え、ワンピーガーですね。先方は、先方は出し合いなんで、こっち集まってる。もう一人、あれ、もう二人か。まだやってんの。え、同じキャラでもいい。おい鈴鹿、まあいいか。いや、キャミー2体いるからタコ様楽しめるだろうなと思って。ホンダもね、使えるからね。ホンダ使えんの？聞いたことねえけど。これ僕のかな。はい、それでは先方は申告お願いします。デレオさん行く。はいはい、タコ様ですわ。なんかマイク持っても大丈夫そうなんで。 2P 側 OK、 1P 側、あれ、マイク入ってる？大丈夫でしょ？それは鈴鹿さんの景品だそうです。おお、笑っちゃうよ。なタコ様がキャミーに勝ったら1本飲んでください。マジで？はい、先方誰？1人2キャラ、かぶせ合いです。今日は僕とハイジン君で取り合ったので、先に取っていいよって言いました。おお、そりゃあね、じゃあね、そりゃあね、うん、でもね、じゃあ 2P 側残った連中ってことなんですか？いやいやいや、先7人はさすがに取らさないんで、あ、そっからは、まあそうですよね、交互ですけど、交互で、うん、そしたらね、草くん取られたんでちょっとムカついてます。知らんわ。自分で決めたんやろうっていう。はい、 1P 先方誰？オッケー。じゃあ決まったみたいなので、はい、こっからね、かぶせ合いなんで皆さん準備しといてください。よろしくお願いします。そうだよ、みんなの試合ばっかやってる場合じゃないよ、はい、じゃあどうぞスタートボタン押してください。はい、ガンガンいけよ、ガンガン。おお、早速 1P は伊佐治さんがキャミーを出してきましたね。伊佐治さんはキャミー大好きですからね、まあ、使う側として大好きみたいな。で、2P 側はデレローのデレロー流です。さあ始めていきましょう。12月の22日、もう年末ですね。ですね、世の中ね。
クリスマスクリスマスで大騒ぎしやがってね。僕3連休が4連勤になってるんで大変です。ああ、そのパターンですか。うわあ、波動を抜けて。さあ、デレロ。ああ、安いだろ。今のは何入れた方が良かったんですかね。いや、相模教パン教勝利とかやって巡ればいいんじゃないですか。あ、そこまでいけるんですか。結構なんか大パン大波動ぐらいかなと思いましたけど、まあ、中パン中パン波動拳は入りますね。ああ、そこまで入るんですかね。はい、多分結構ね、デカキャラなんですよ、これ。あー、確かに意外と入るんですよね。意外と入ります。さあ、デレロ頑張れ。さあ、どっからいけるか。詐欺飛びに行かないといけない。詐欺飛びに行かないと損します。あー、着地にやろうとした。意外に隙が少ない。さあ、間違えた。こっちが意外とあのキャミーのスパコンの隙にも当てるのも。はい、誰が行く、誰が行く。さあ、行け、さあ行け。残儀じゃないの。残儀じゃないんですか。お、しょうがねえな。さあ、キャミーといえば俺の出番だ。タコ様が、タコ様が出てくる。さあ、非常にシンプル、相模中キックが強いです。相模中キックが強いです。これがバリアになっております。さあ、しかしイサジ対空が出てないぞ。ここまで立ち回りは悪くない。ねえねえ。いや、しかし、しかしタコさんもこっからですからね。さあ、ほとんど1ボタンで終わってしまう。続きアドバイスが今カチーンと中に入りましたので、こっからですよ。あれ、鈴木ガードは伝授したんですか。鈴木ガードは伝授したんですか。なるほどね。さあ、タコ様、こっからですから。本当にあるからね、これ。さあ、イサジワンボタンで戦おうとしている。さあ、時間をたっぷり使って、うい、さすがタコ様。イサジ対空全く出ていない。久しぶりの疎通か。出てないということは、お、飛んで OK。 しかしタコ様もスクリューが出ていない。これがね、やっぱあの老後疎通という。お、本当に出てない、本当に出ないぞ。さあ、悪くないが投げられて受け身がない。めくり入っちゃう。しかし惜しかったな。やはりタコさん、これ連戦か。なんでもいいですよ。チキショウ、やられたわ。間違えちゃったよこれ。ダネも OK よ。ここで鈴鹿ホンダが、鈴鹿ホンダ、俺が言っていいかなと、ね、いやいや、ダルシム2体でも OK です。まあいいっすよ別に、ね、逆にでもこれで負けたらねっていうところありますからね。さあ、鈴鹿ホンダ、いやこれね、いけますよ。真面目な話、まあ特に鈴鹿のサブキャラがホンダみたいなところもあるので。ああ、そうですよね、まあ、イサジさん今2連勝してるので、はい、なんとかしてほしいところはあります。ちょっとね、締めていただきたいわと。まあ今んとこで圧倒的リードしてるので、はい、うん、おっと、いや、カミーね、真面目にいけると思うんですよ、これ。苦しいとこは苦しいんですけど。ええ、おお、あれが通、あ、やばい、いやいや、出ない。いや、あれコアコアスピンドライブが入るんですけど、はい、それ狙うんだったらチューチュースパイラルでいいんですよね。ああ、はいはいはい、おお、オッケーオッケー。集中ファイナルの方が減りますからね、なんと言っても。このキャラはね、みたいな。なんで3人との方が、コアコアスパコンの方がやりやすいとか。いや、むずいっすよ。あ、まあ、確かに、ね、コアコア立ち打ちキック
スピンドライブでしないと、はい、あのヒットが安定しないですよ、そもそも。そういうことね。はい、あのコアコア真空って2分の1しか入んないの知ってますか？最初出てもそこまで。 あれね、クライ判定の問題で2分の1しか入んないんですよ、うん、そういうのがキャビーもあるんですね。露骨、ね、今の大パンは、おお、裏回りからのキャノンスパイク。あれね、あの知らないとやられるパターンですね。ホンダはあの裏に行かれると、はい、実は結構きつくて、裏に頭突きが難しいじゃないですか、やっぱり、まあ、ダメ、横ダメなんで。でもあれも話し音調でとかそういうのは無理なんですか、ね、まあ安定を取るならガードして話し音調なんですけど、話し音調やってると、どこどこ、2パスは勝てない。おい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 、おかまやろう、あれでよかったのかよっていう気づいちまったよねえ。だって歩いて台足でよかったわ。さあ誰が行く、はい、小野田さん行くの、さあ2キャラ、同じキャラでも構いません。バイソンかベガか、バイソンですね。バイソン、お、ちゃんとやってもらいますよ。まあでもだってこれバイソンホンダってどうなんですかね。まあバイソンちょっと有利ですね。ちょっと有利ですね、うん、でもあのあんま差はないです。とにかくね、危ない、はい、危ない、もう一応マジ危ない。あ、こんな感じで、あ、これがそう、これこれ、ここだけは強い、おお、ここだけは強いんだけど、ええ、なんで頭突きを出すかっていうと、はい、リードされてるからじゃないですか。あー、苦しまひ、つまりリードしないと何も起こんないですよね。はい、このように張り手メインで戦って、はい、まあ、たまに客観、あったさ、あるか、あーん、飛び失敗、あーっと、あー、コンボ入っちゃう、じゃ歩きクレイジーを見せるか、これはガードになる、投げ返す、ね、バイソン投げ前広いからあれいいですよね。あの残儀使いが言う、いや、ザンギはほら通常投げの前が狭いじゃないですか。狭くねえから、全キャラ中最大だからマジかよ、意外とやっぱバイソンとかホンダとか通常投げでやり合うのは危険だから、ホンダとバイソンだとバイソンの方が広い説があるんですけど、はい、あれね、はい、サイトによって違うんですよ。はい、僕が見てるサイトだとホンダの方が広い、はい、ああ、はいはいはい、投げられ判定と の差なんですけど、ああ、まあそれありますよね。おっと、これ引っかかって、やめるやつ食らった、使ってしまった、これちょ、バイソン、うん、ごちごち、さあバイソン誰が行く、バイソンですよ、バイソンが好きな人いっぱいいましたね。いや、タコ様行きたいんだけども、なんかキャミー言われてるから今日しょうがないかなみたいな感じで、いやいやいや、誰が行ってもいいんですけど、ザ、バイソンが僕行こっかな。これ行っていいですか。あ、どうぞ、じゃあお願いしますわ、入ってください、はい、あ、じゃあトネピお願い。さあここで、はい、ツーピーガンニカさんが、そんなに有利じゃないバイソン、そんなに有利じゃないザンギが行かないんですか。いや、自分なんかキャミーがどうたなって言われちゃったからね。そうなんですか、まあ変わんない。あ、さあ、あ、証明してみせるよ俺が。そんなに有利でもないザンギだけど、有利だ、いやいやいや、ザンギの方が有利やよこれは。あ、そうなんですか、うん、ザンギ使ってる人が言うのは心強いですね。やっぱリターンが違うもん、入った時。結局バイソン側はこれオアオアやって近づけないようにするだけだから。いや、その近づけないようにするだけが強いでしょそうそうそうただこれに入っちゃうとってところだから、あ、まあ、持ってけたのに逃した魚からでかい、でかい、死んだ、結局こうなる、死にました、そう、死んじゃう。でも何、あれは最初のヘッドの釣り逃さなければいけたんちゃうかっていう、そう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 、タコ様リサーチね。ただ今の、まあ、さっきの前だとちょっと微妙だったかもしれないけど、釣れないかもしれないと、うん、あ、これはちょっと遠いね、そう遠い、あ、いいよ、死んだね、パン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 繋いで、繋がってないけど、で、オーケーオーケー、まあね、溜めないんでね、溜めてるか、あの、ゲージないんでね、うん、ただまあ理想的だったら今食らってたからちゃんとコンボだねみたいな、そうですね、うん、意外とほらバイソンで立ちぐらいヘッドってできるんで、おお、これは置いておいた、いいよ、もうちょっと遅らせないとね、お、ちょっと待った、さあ、いい間合いまで近づいた、オヌチョバイソンが追っ払う、あーっと、追っ払う、あー、ずれた、歯車がずれた、あー、いいアッパー、いいアッパーですね、いいアッパー、素晴らしい、あーっと、お、しゃがみアッパーが潰された、そしてバックジャンプ、モリモリ歩く、上げていく、
これは田村リスペクトですよ。あ、死んだか。これはでもね、高かった。いや、あのね、多分ね、今ガードして微妙な体力だったよ。俺は計算できなかったけどね。ね、あ、ダブラリ出した。あ、なるほど。着地ダブラリだったらしい。あ、そうなんだね。タコ様、有利なんでしょ。もうしょうがねえな。はい。負ける気しかしねえらしいよ。タコ様が見せてくれるから。鈴木さんがこのための前座ですから僕は。まあ温めといたみたいなねとかありますからね。あのこれを踏まえてですよ。さあ踏まえた、踏まえた上だ。あ、さあなんか戦ってる位置が2回転さんと違う。前に歩いてないですね。画面端に追い込まれている。あ、いい間合いで、さあアトミックスープレックスから、あれ減るからね、画面も押せてね。そうなんですよね、もう置き詰めがないだけで。ちょっと、しかしゲージがある。そっち行くの、そこ全部ガードでいいと思うんですけど。いや、一回ね、一回吸っておこうみたいなところあったんじゃないですか。店みたいな。あっと遠いけどどうすんの。あー当たんない。あ、なんかことごとくしゃがまれてるけど、そういうゲーム。タコ様ね、何も出てないですよ。はいはい。あやばい。これよくあるやつあるんだ。これよくある。終わり際になんかあれね、台足当たるとダブラリ食らうんですよ。前に来られちゃうと。そうなんだ。なんで安定して勝てるのがほとんどなくて。参ったね。参る、本当本当に。あ、これはタコ様勝ったんちゃうか。ちょっとお、繋がってないけど。1ヒット1ヒット、だから1ヒットコンボ。簡単に殺せる動きをしなさいよ。さあでも勝ったからね。あんだけめり込んでれば地獄好きタッシュパンダイヤスやる。お、長州どうせ先飛びいけるから同じ。ジャンプ中キック単発確認で大丈夫。草さんがね、草さんはチュンリーチュンリー使えばいいと思うんだけど、ホンダ使うらしいですね。草本田が、草さんは強いキャラ使えるんだからおとなしく2体使っときなさいよ。いや、本田も強いっしょ。まあそうなんですけど、キャラの弱さがね。キャラの、なんか今いいこと言いましたね。はい。キャラがなんか強いっていうパラメーターと、はい、弱いっていうパラメーターがあるみたいな感じ。そうや。あの強いのパラメーターが大きいと強いんじゃなくて、まあ差がね、差がプラスにいけばいくほど強いですよ。なるほどね、それ面白い考えだな。さあタコ様が教えるぞ。タコ様が教える。チュンリーなんかね、マイナス、チュンリーなんかマイナスゼロだからね、ほとんど。そうですよね、そこがいいところですよね。バルログもマイナスマイナスまであるからな。バルログ、そうバルログも一応マイナスがチュンリーよりはあって、ただプラスがそれをはるかに上回ってるっていうのが。タコさん惜しかったっすね、やっぱり。悪くなかったよ。悪くなかった、よかったよ。さあタコ様を使い切ってしまったので、あとはもう使い切ってしまった消化試合ですよ。ホンダホンダってこれ意外と被せらんないね。あれは S 剣やればいいんじゃない。 S 剣だって。いやタコさんは沼オヌチョさんのバイソンが危なかったんですけど倒しましたからね。そうですよ、全然あれガンガン行かれる可能性ありの、うん、可能性でしたからね。やっぱね、僕の残儀とは違いましたよ。悪くなかったんですけどね。あの歩き続けたのすごい気持ちよかった。そうですね、あれがあの一番いいとこだった。さあただただきついやつ、うん、さあこれは青葉 S 剣、これはあのヘイで人気の。あ、そういえばこの人ツイッターで晒されてましたけど。あ、そうなんですか。あの、ケイシンさんになんか手錆びれてるなみたいなんで、この人が一人でやってるっていう写真だったの。でもなんかたまに、本当にいなかったんじゃなくて本当にいなかったんじゃなくて本当にいなかったのかわかんないですけど本当にいなかったんじゃないの。結構そういう時は、あ、ないなんかあるあるあるね、なんか、うん、あ、死んでー、あぶねー、死んだと思った。中パン強制で死亡ですからね。さあ青葉、あ、前にちょっと歩いて勝利ね。勝利ちゃんと出るんですよこの人。そうですね。あ、うわ最悪。
パスあたりで何もできないやつ。オアですね。オアですよ、オアです。オアオアのオアです。これがね、オアはオア、オアですよ、これ。あ、なんでもいい、大パン。とりあえず、いや、あれ。あ、これ。オアですね。さあ、草本田を、難敵草本田を下す。さあ、S 剣に対して誰が行く？一回行っときたい。はい。なんか、2回戦ありの風俗みたいなこと行きましたけどね。なるほどね。一回行っときたいっつってね。さあ、そんなね、人間命がいつもあると思っていけないですよ。はい、僕、2期目ですけどね。さあ、バックジャンプ。なんか、波動がチカチカしている。あ、なんか今日見づらいっすね。ブランカは波動がチカチカするというなんかことをね、言ってた気がしますね。ブランカステージ、ブランカステージチカチカするんじゃないかみたいなことを、へー、僕はブランカステージ結構好きなんですけどね。僕ほんま好きじゃないなあ。うえいいぞ、オーバー、やられてますね。はい、もうこれね、青葉が S 剣対策をしないとまず勝てないんで。ほう、あ、ちょっとじゃあやっぱり癖があるんですね。あ、もう めちゃくちゃあります。なるほど。お、なんか強いだ、ピヨンじゃない、大丈夫。お、しっかり差し込んで、あー、カラージャンプ着地すぐ足払いって感じなんですね。うん、それもあるし、波動拳2発目飛んでくるとかね。あー、いろいろあるんですよ。ただ、飛んでくる前、マジ間違ってないんで。まあ強いよ、間合いでね、うん、先っぽってところですよね。先っちょだけだからってやって飛んでくるんで、ね、全然安全じゃない。全然先っちょダメだから、ほんと。あっと、これね。さっきもう見た、ちょっとムキになっちゃいましたね。もう見たってやつ、小舟みみみのもう見たですよ。さあ、青葉 S 剣が2いたって誰が行く。 S 剣に対してかぶせるキャラっていうと、まあいろいろいるんじゃないでしょうか。一番ダルシムでいい説あり、ダルシムでいい説あり。長州は、あ、これは因縁あり、あるのか。というか S 剣に対して恨みあり。ああ、まあ長州さんが S 剣使ったりのあんま見たことないですけどね。そういえば差はないんじゃないですか。さあ、正面からアントビしに行くぞこいつ。やべえ、ジャンプ小径にしたからって何かが許されるわけではない。アントビのやり方を、それを何でやっても別にダメなもんはダメ、ダメなもんはダメですよ。それをちゃんと高められるかっていうと、あー、いてー、ロケッティア、あー、死んだ、あはー、楽しい。台足にね、前飛ばれるのはしんどいですね。まあしょうがないですよね。こんだけ飛んでくるってことは波動打たなくてもいいんではないかと。かといってね、あ、危ない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 、死んでましたよ今。危険でしたよ、危険でしたね。あ、先に飛んでますね。さあ、とりあえず強い間合いと強い技でやろうみたいな感じでね。そう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 、それが、はい、対策するにあってきついっていうところです。そうですね、うん、何をやられてな、何がきついのか。そうですね、そこを意識しないと勝てない。 あっと、長州、ね、命の灯火が、あ、お、風船の灯火から、今のはまさにあの読んだ動きでしたけどね。そうでしたね、うん、腹ジャンプ中足をさっき見たと。そうですね、いう感じで刈り取ってきた。狙ってたんですね、しっかり。そうですかね。あ、あ、あ、さっきも見たやつだけど。さっきも見たやつ。どうすんのこれ。飛んだー。飛ぶんか。そしてガードした。まあ、まあまあね。まあそういうこともあるでしょう。いや、あそこに強勝流ちゃんとやってる剣って松尾さんしか見たことないですわ。ねえ。あとマヤコン。マヤコンさん、見たことないけどね、剣はね。あ。さあ、おお、ちゃんと落とせたぞ。長州きつい。あーあ、連覇が出る。でも減らないな、あんまり。なんか出てるけど。あ、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 青葉にんまり。なんかと、なんか飛んでみたら打ってましたね。お、トネピー行く。さあ、ここで星並びましたね。あー、来ましたね、トネピー、ダルシム。
一時はメインキャラにしようとしていたこのダルシム、東西戦ではかなり使ってましたからね。まあこれは、まあ、分かりやすく言うと立ち回りだけが強い S 君というキャラに立ち回りで圧倒しているダルシムという組み合わせなので、立ち回りの強さをひっくり返すことはできないので、今度は S 剣側がワンチャンを狙いに行くという組み合わせです。ただし飛びが一発思いっきり入るとジャンプ強パン強勝利でピヨって即死します。ペコさんがやってましたね。なんか今日カクカクしない？大丈夫？さあポネシムが完全対応できるのか。お、さあダルシムには誰か、おおおお、いてインフェルノ。さあ青葉は諦めずにいけるか。あー、やることなかった。さあトネピーが勝利。ダルシムですね。ダルシムは大好きな人がいっぱいいるんじゃないですか。まだ出てない人いきましょうか。あと2人、バイパーさんと鈴木さんどっちか。じゃあモザイク勉強しようと思ってたんですけども、あ、鈴木ザンギが出てきましたね。あ、ザンギでしたね。はい、なんか何もできてませんけども、鈴木ザンギがやられてますよ。なんか何もできてませんけども、爪も落ちるし言ってんだし返せねえよと。さあ鈴木ザンギ、なんか新しい武器を装備してきたのに、はめられてますね。やばいですよこれ。ほらほら、スクリュースクリュー、ちゃんとリバーサイテラーは出る。お、当て投げ。あ、なんか潰れた。これはやばい、画面はしゃいばい、画面いけない。あー、これ見えないですね。真上わからん殺し。さすが鈴木ザンギですね。いつの間にそういう技をみたいな、はい、そうですね。あ、やばい、新技を覚えてきましたよ鈴木ザンギ。カクカクごめんなさいね、なんかちょっと調子悪いみたい。あ、これあの鈴木ザンギ2体、トネピーダルシムです。本気で死んじゃってないからカクカクしてるから。アパーッと三角飛びできんか。壁ジャンプできんかとトネピー煽っていく。まあザンギ壁ジャンプないんですいません。あ、そうですね、ザンギでしたね。そういえばすいません。さあバイパー出番だが、はい、まあ2キャラ同じでもいいです。あー、来ましたね。おお、バイパーさんのバイソン、これね、はい、実は結構強いです。まあでしょうね。でもなんかのじ合いでもそんな見たことないので、やってないですね。あーっと、さあヘッド、いや裏に行ってしまった。ちょっと近いなと思った。めくり狙いみたいな感じだった。ダルシムめくれないです。あ、そうなのね。めくれるキャラがバイソンの場合あの限定されてまして、まああのザンギなんかがそうです、ね、横幅広いキャラですね、うん。ダルシムも結構デカキャラのイメージありますけどね。いや、細いんすよ、うん、あの食らった後は食らい張ってでかいんだけど、はい、おおー、あちょっとやばい。ファイヤーモード、これは届かない。クレイジー止まる前に、うわっと、トパンが強い。トネピーが3連勝。トネシム強し。さあどうする。タコ様もう行っちゃったからな、いや誰かがナイフくれるんだったら行っちゃうよみたいな。いやそんなルールないからね。なんだ、楽しみか。もうあとメインキャラ使いたいと思うからみんな。そうしたら、はい、僕か。お、バイソン行きますか。行っちゃいます。バイソンとは限らない。
お お, おっとこれは2回転万の具か。こないだタコ様に負けたこないだタコ様に負けた2回転万の具か。なんかすげえ目で見られてる、すげえ目で見られてる、多いんですけど、まあやっぱメインですよねみたいな。さあニカさんがこれ倒せば草くんが出てくるとすでに勝った気でいる。おお伸ばした足にヘッド当たってからもう画面端、あートヌピが、あーもういじって、おーさすがゴリゴリ押していきますね。特にやっぱダルシムの技の潰し方がうまいですね、ニカさんは。こういうところも分かってらっしゃる、こういうところも分かってらっしゃる。とりあえずバンログ側、バンログじゃないダルシム側はもう押して距離離、あーまた浮いてしまった。お歩き投げを投げ返す、あーピヨってしまうが、さあインフェルノガードでヘッド出してからのここでスパコンでおしまいですね。やっぱメインは違いますね。おおお草じゃなくてまだ行ってないネモが行く、お願いします。さあワンピーがネモはな、お DJ で行く、うん、まあさすがにブランカはねってところもあるんで。さあネモ DJ、 おうまい高見大パンで潰してからのでしたが、おお、あニカさんがガンガン押していく。DJ 側もまあエアスラム打ちにくいですからね、この場合ですと。おおピオール、おタンパカ刺さって、おめくりはで逃げたけども受け身がない、うまいな。おおわからゴチゴチして、おちょっと待ってから投げ、ぶっぱわガードで、あーっと受けなくてし、やられる、とあっさり負けてしまった。これはかぶせ成功ですね。さあ好きな DJ 戦だと言われているが、好きじゃねえと言いつつ鈴木さんがバイソン、バイソンと同じぐらいじゃないの。いやないね、バイソンよりきついきつい、弾あるもんね、弾あるしめくりが怖いやっぱり。まあね、転ばせる技が多いし DJ は特に。そうだね、うん、でこれでもうやばいから、まあちょっと前遠かったからだけども、カクカクなのはさ、回線の問題なのかマシンスペックの問題なのかどっちなんですかね。どっちも、なるほどそういうことだそうです。ひどいわいやいやいや、しょうがないって。これまだだって、うん、バーサスがバーチャル YouTuber で実況してないだけマシだよこれ実際そういうことね。お、うん、あるよこれ、アントビからのあとパイル田村、お裏から死なない、どうする、ただ死なないが、うわー行った行った、めくりっぽかったが表で、あれどうなんだろう、ためって解除されちゃうのかな、いやわかんないわ、あじゃあいいわ、うん、されないと思うけど、うん、裏行ったなって思っちゃったけど、あ表だったわってやると人間がためを解除している可能性はある。あそこね、うん、そういうことね。さあ読みは合ってたけど頭突きになっちゃって、でも頭突きがそばっとに勝った、よくわからないそういうこともある、あるわ。あと当たらないが、これは鈴木かなり追い詰めてますよ。ネモくんの DJ が苦しそうな動き、いいガードだ、いいですね。もうバックジャンプするしかなくなって、さあ
これは見てからしっかり見せているけど受け身、ああいう時ね鈴木さん受け身取れてないんですけど取れてて偉いですね。あーっと、フィジバスターじゃないスクリューが取られてしまった。マシンガンの壊しが出なかった。壊しマシンガンやったんだけど壊しが出てなかったね。生マシンガンになってたね。うん、あ、チョジュさんがちょっと、チョジュさんがホンダ使ってますよ。 おじいちゃんキャラ間違えたんじゃないの。でもこれ、はい、ちゃんとやんないとね、意外とね、そう意外とあるよね。意外とあるからなんか頭突き打ってるけど起き上がりに。あ、これはてっ、はい、あ、死んだかな。あ、死んだか。リバーサー出なーいっつってね。はい、まあほら意外とあるよねこうやってね。そう、なんかホンダってリバーサーが出にくいみたいなところがある。いや出にくくはないよ。出にはないけどね。あ、死んだ。あ、やばいよこれ。あー、ダブルアップ。もう一回、もう一回、はい、出たー。出たー、お手玉、お手玉、出た、出ない、出ない。そう、難しいのよやっぱり。あーでもね、これどうしようもないね。あー、あと1回のあやちで終わりだよ。どうすんの、5番振ってるだけで。どうすんのこれ、あやち OK、 やることないよ。あっ、あー、カラーアップスクリュー、あえてね。これはいいんですか。まあ、招集者のキャラ間違えたみたいな感じで。いやちょっと見にくかったですね。行きましょうか。お、さあここでトネピーが、トネピーがこれ悪魔に魂を打って、バナナフォーク竜女、こんなのがいい。なんだよ、キャミーに期待されていたタコ様が損しただけだよね、いいかよって言う。あれ、タコ様、今日出てたんですか、そういうの。ああ、もう特に出たわ、もう、ええ、序盤組だからなっていう。さあ、トネピーといえば、雪の不張り手、はい、極めし者、ええ、そうっすね、あれもなんかあの、が手元映します。手元映した方がいいぐらいの。手元映します。手元はこんな感じになってます。あ、もうちょっと下かもしれないっすよ。どうでした。あ、オッケーですね。さあこれが、おーっと、ダブラリからの、そっから始まるよ。あっと、タコ様ハメからの、そう、あれがね、出にくい。そう、お、仕込みダブラリで相手になってしまった。さあ、雪のふはりでだけでも、あの、画面に映したいな。だけに、おお、ローキックで相手。そうね、手元を映すって結構面白い話でね、ね、なんかビーマニっぽいですよね。そう、ニゲラはよくありますよね。あー、釣れなかったが、揉んでからの、結構これ難しいんですよ、その後。揉んだ後、確かに難しい。うん。あー、ぶつき、まあそうですね。お、2段入ってからの、あー、繋がった。さあ、どうする。そこがない。ザンギー、あれ難しいよ。おお、さあ、トネピーダメ。さっきザンギー使ってた長州さんが、ああっつってなんか煽ってましたけど。あと誰残ってんの。ネモ。さあ、配信が、配信の魂を売ってホンダ。イサジ、あ、4人残ってんの。ええ、2キャラだよ。別に、さあ、代々で死んだか。お、鈴木さん、優しさが。中野本田負けてた。さあ、張り手が出ない。これも手元移した方がいいレベル。何にもできてないぞ。まあ、これも手元移した方がいいかも。あの、張り手が出ないって言ってる。別にいいんじゃないですか。いや、こう、悪い例的な感じで。顔だけ見てればいいんじゃないですか、これ。あーっと、ダブラリーが出てたが。これでも勝てちゃうかもしれない。おう、これでも勝てちゃうかもしれない。ね、これがキャラさや、結局は。お、2馬さんになったが。これはね、7-3 ぐらいではないかなと思ってるんですけど。昔は9-1って言われてましたよね。9はないっすよ。うん、ね。なんだかんだ、ザンギ側も持ってけるときは持ってけるし。S はね、8あるかもしんない。あー、はいはいはい。 S はマジでやばいっすよ。
回転しながら下がるのやめろよって感じだから。で、あのタチコパン針、あの台風ですね。あー、はいはいはい、あれはね、どう考えてもお死んだか。あー大安だってんだけど、おなんかコンボ繋がりにくいのよね、2P 側は。あー、どっち側の端かでが、スローかかるって話がありますからね。さあ、やばい、廃人が鈴木に対して悪魔に魂を打っただけはある。赤ちゃんのようなホンダが、勝ってしまった。デリロさん、まだ2キャラに行ってないですよね。次行きましょう。まさにこれがスト2だって感じですね、もう。これがですか？ええ、これがスト2だったんですか？僕初めて知りました。ヘリだとそんなんばっかだからね。かぶせばっかで。まあここはな、あーちょっと早かったな。さあデレローリュー2体目ですね。ここはね、仕事的に、あおーっと大波動が大昇竜になってしまった。まあホンダ戦もね、死ぬほど簡単ではないですからね。あーまあやっぱそういうことなんですね。なんで中足なのだろう。あーデレローさん、昇竜が出ない。対空大足です。大足です。でも今の場合だと大足もダメでしょ。ちょっと近すぎたような気がする。その前に当たってるやつですよ。あーはいはいはい、中足じゃなくてねってことです。ナイスです。あちょっと長さが全然違う。うん、なんかほんとカクつくな。昇竜拳が引き付けがちょっと甘い。ちょっと離れる。ちょもうちょっと、もうちょっと、そうそうそう、もうちょっと、あいい大昇竜。もうちょい離れ、もうちょい、そうそう、もうちょい、そこす。あーあれ、ああなっちゃうんですね。さあ、めくりの技を知らないやつ。何もできていない。波動拳打ったら、はい、処理拳のカラー入力しときましょう。あー、なるほど。そうすると、便利です。大勝利、うん、飛ばれても出るかもしれないかな。さあここはちょっとゲージを貯めそうですね。あ、行かない方がいいですよね。いや、サギ飛びもありです。ありですか、本体手にも。サギ飛びやって、まあ、画面端に到達するんだったらそれで OK ですよ。はい、あ、勝利相打ち。ちょっと台足が遅かったかな。さあ、昇竜が全部相打ちになってる。なんだなんだ今の。めったな今の。いいヘリにしましたね。ライオル。さあ、あの鈴木を倒した廃人ホンダを倒したということで、そんなホンダ2体倒したのにもう。さあオヌチョバイソンかな、デカかもしんない。オヌチョバイソン、すっかりバイソン使え。さあ、オムチョさん、昔から実はバイソン、サブで使ってましたけども、最近はバイソンが、はい、お気に入りと、お気に入りということでね。動きは、誰に似てるかというと、はい、ユリッチに似てます。あー、だいぶ似てる。言いたいことはよくわかります。でも、細かいテクやってきますからね。ええ、で、ひたすらゴチゴチ。オヌチュ、オヌチョです。オヌチョ、オヌチョ、うん、かなり久しぶりの参戦ですからね。まあ、これ昨日かな、はい、僕にメッセージ飛んできて、はい、LINE かな。でバイソンの話してて、ええ、うん、でヘイでやってるのにも意味ないですよって言って、おうおう、来たら来てくれた。あ、正直使って、そういう街がね、うまいんですよ、うん。おお、よく出した。ああ迷っちゃった。なんか出そうとしたんだな。サギ飛びをですね、やっとけばよかったんですよ多分。まあ、バイソン相手だけですからね。さあ残ってんの？鈴鹿、青葉、バイパーかな。バイパーさんは拒否ってますね。いやこの後ネモブランカとかいますよ。倒してくれと。じゃあ鈴鹿、
え、あとイサジさんも、あ、もう一体キャミンかもしれないもんね。ええ、クソキャラしか残ってないね、今のうちっしょ。あ、チュンリンには確かにいける。さあここで鈴鹿、鈴鹿はね、こういうとこしっかりしてるから。もうおお、あ、やばいよこれ。あ、ここうまいのよね、鈴鹿。あ、やっちゃった。いいチョップ。もうね、はい、サブキャラのバイソンっぽい動きなんですよ。おー、あれー食らっている。 すげーところヘッド飛んできて、ええ、でそれがまだよく当たると。はい、そのヘッド危ないんじゃないっていうところのヘッドを打ってくるので。あー、はいはい、怖いですね。メインで使ってる人はそこじゃ打たないよみたいな。さあ画面端、あ、これはきついぞ。これはもう鈴鹿のね、もう得意なパターン。まあ、ああだったらダルシムペースですわ。おー、で、せー、あ、Xゲーマーズがオヌチョベガーを欲してますよ。もう出せませんけどね。もう出せませんけど。さあ画面端はきつい。これバイソン側はどうするのって感じですもんね。画面端追い詰められた。要はファイヤーモード、ファイヤーモードはマジきついっす。おー、投げる欲張り。まあそこはね、インフェルのガードと完全タクなんで、うん、投げ通りますよそれ。お、ここでメモが、メモが行くか。あー、草に譲った。あ、草が行く。さあ草チュンリーですね。これはどうなんすかね。どっちかっていうとチュンリーなんすか。これはチュンリーじゃないですか。まあ大貫君が言うところによると、はい、投げでしかダメージ取れないのに投げると確定をもらうと。はい、読み合いなんですけどね、あれね。あれ、ジャイさんが上手すぎただけで。はいはい、ね、さと博士が上手すぎただけで。あ、確定ではないんですよ。ああ、今のテンション偉いな。さあ、鈴鹿そのパンチは弱い。やっちまった。なるほど、飛び読みで置いてたのが。ああ、じゃあ間に合うのね。あれはね、多分ヒデ君とやりすぎましたね。ヒデ君やっぱ飛びが多い。あの下がり飛行と飛びばっかりなんで。踏みつけ、あ、悪くない。トップで落として、さあピヨリよ、ピヨリよ、ほらピヨった。投げぴったり、減って減りましたね。まあ1ラウンド取られてるからかな。そうっすね、ブラストインフェルノでも良かったかなと思いますけど。ええ、投げで死ぬ体力をしっかり見極めていた。膝、はい、膝うまい、仕込んでるよ。パンチ、さあ草が、草が、あ、あ、さあこっから、あ、投げに行ったところ、あ、あでしょ、あー、まずい、ただ、お、掴み返した、これはおしまい、ヨガヨガ、すべて計算づくだったのかなぐらいな、もう、これはやりましたね、さあワンピー側は、もうあとは根元イサジさんと、根元イサジ。ネモが先に行く。大将イサジかな。大将イサジバイパンさんがっかりしてますまあしょうがないっすよねこれはしょうがない、ええ、バイパンさんいつもね、はい、クソキャラが死んでから出ようとするんではぁとすげえいいハーが聞こえましたね。はぁ、あ、ネモブランカすごいところでピオール出されて、はい、もう7割ない。まあでも結構ブランカってダルシム相手でもいけるところありますからね。ありますね、やっぱ火力が高いので、うん、やっぱヘイとかでも鈴鹿に勝ってるのはジミーさんのブランカみたいなとこあるんでジミーさんが強いんだってあれあの人、ね、あれ相当ですよ。ええ、小野田さん
FO の次じゃないそこまで行っちゃう中村さんをいやいやいや、あの関東では、あ、関東、あ、まあまあ、中村トップ3を除いたら、うん、赤ブラか、あ、はいはいはい、ジミーじゃねえかなと思うんですけどね。おー、やっ、まあ、ジミーさんも最近あんま変にも来てなかったんで。あ、そうなんですか。うん、こないだバーサスで見たのもびっくりでしたから。うん、うん、新出鬼没ですよね、もともと。まあ自分が倒してやったけどね、東西戦でフフみたいな。ええ、タコ様に負けるやつおるん？お前が言うか鈴鹿、鈴鹿いいぞ、鈴鹿いいぞ、これは、お、あー、逃すかねー、出なかった。今中足、中足ローリング入ってたら終わってましたね。ワンピー側がっかり、がっかりしたぞ今のは。がっかりで大将が、大将ですよね、大将キャミン、ははは、Sケンではないんですね。しかし、はい、あれ、こっちもう一人いる。え、あ、アマさんか、そっかそっか、はい。さあ大将イサジ、まあただバル、あのダルシム相手にはまだキャミーは、まあ、いけるイメージになります、ですよね。で、フォークも、はい、オッケー、ええ、バルドがもう、まあなんとかなる、なるかなと。ああ、はい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 、いうところで残したキャラ的には悪くないですね。あーはーはー、いいよが、あれやっぱ抜けれないんですね。抜けないです、抜けれない。スピンドライブ出してもダメです。あ、唯一あるのが密着で前歩きです。おお、はいはい、そういうことね。あ、インフェルも全部抜けるんで。お、引っかかって、あ、ちょっと飛びが、あ、ダイ、うーん、あーっと燃えちゃった、めくりが、あーっと、最近めくりめちゃめちゃ使ってきますからね、鈴鹿。あーっと、どう、これはスパイラルか。あーだ、今のスパイラルを見ると、今のはガードしてても2ドット削りだったのか、それとも切らしちゃったのか。2ドットは、うん、2ドットは削れないですね。マジか、2ドット削れる技は決まってるんで。あ、なるほど、決まってるんだね、はい。コンドルダイブ、頭突き、ローリング、はい、あとなんだっけ、まあ、サンパとか、はい、そうなんだ。あー、もうこれは、うおー、鈴鹿が鉄壁やりおる。さあ、ということで鈴鹿が締めて、はい、スーピー勝利でーす。イエーイ、お疲れ様でした。さあ、エキシビション、あと2試合、バイパーさんとアガバさん、どっちか先行ってください。いや、これバイパーさん行きたそうな感じ。タコ様のおかげで勝てましたね。タコ様のこの一勝やっぱでかかったな。じゃあそういうことにしといてやるわ。もう2回転残留でやっぱ強かったもんな。しょうがねえな。あ、で、やっぱバイパーさんが、はいはい、あ、シフティー、濃いメンツ、シフティーオリバーさん、はじめまして。うん、うん、ありがとう。僕はすごいそういうのでやる気になるタイプなんで。あ、そうだ、皆さん、あのフォックス楽しんでくださいね。もう来週でしょ。あ、死んだか、あ、死んだか、うーん、お、あー、悪い癖、トスカッテ、コンドルダイブ。まあでもこっから中盤から、あっと、あ、受け身取ってますね。うわ、おー、ただない、コンピューターみたい。あ、これお釣りが入っちゃいますから、ね、うん、もうやることないですね、これ。あ、コンドルガードのお釣りは結構痛いですからね。でもありですよ。あーっと、これ、おお、しゃがみ大パンですかね。あいうしんな中パンかな今のは。さあ、モリモリ歩いてくる。あー、始まったよー。ヒロヤンがよくやってたやつ。ああ、もう終わった。おい、そこでピオルかね。ああ、頑張り、踏ん張りましたね。お、踏ん張り温泉からのインフレの振動。おお、これは大逆転。これは余計なことしなげやね。余計なことしなげや、ね。まあ、ゲージがあったから多分2回転を、ゲージ欲しかったなーつって。いや、そしたらね、ピョッと瞬間に、はい、あのトマホーク出せばいいんですよ。あー、やばいよー。あー、終わった。ドンからの、からの
2回バイパーホークがぐんぐる回す、はい、さあ最後ですね、青葉バルログか分からんけど、バルログかな分かんないですけどね、駆け出しかもしんないよ、おぉエスケンだったあ、どうなんですかね、やっぱバルログよりかもエスケンの方がいけるんですかね、どう、あ、多分いける多分いけるこれさあ、オーバー、なんとバルドグ抜き、違うで、バルドグホークって、はい、相当終わってますよ、あー、ホーク側がホーク終わってますね、しかしこのね、はい、画面端に追い詰めました、ホーク頑張って追い詰めました、はい、そっからS 剣のバックジャンプになんもないんですよ、あーはいはいはい、はい、その辺終わってますねやっぱりでちょっと目離すと、はい、空中竜巻でわーっと逃げられるし、あーさあコンドル暴れていく、めんどくさい、あとやっぱはめにくいですかね、はめにくいですね、強調で2ヒット、あれが2ヒット、その2ヒットびっくりねえ、大体1ヒットでね地上ぐらいで、それだったらね、ダブル台風まで入りますからね、うん、あー狙いは良かったが波動を踏まされる、コンドル落とす、はい、うわーくぐって投げなんと青葉 S 剣が勝利で終わりですね、はいということで本日は 2P 勝利でございました、はい、おめでとうございます、皆さん参加ありがとうございました、フォックス楽しんできてね、はい、盛り上げてくださいよ、あ、自分で多分当日行く、当日行く、僕当日仕事なんですよ、なんで行けないですよ多分、で翌日から家族旅行なんで、はい、多分行けないかな、マジか、まあ、帰り道に通るかもしれないんですけど、そういうことね、はい、ということなので皆様、はい、ご視聴ありがとうございました、うん、ありがとうございました、あとはまあ適当なの試合で、はい、まあ、ペコさんがフォークダルシも教えてくださいよ、別にフォーク側が一発フォアやってからガンヌーンで終わりじゃないの、以上終わる、あ、なんかあるんなら聞くよ
Thank you.
Round 2, fight!
Thank you.
では申し訳ないですけれども、そろそろ、この辺で配信はストップいたします。ちょっと僕は今日は上がりなのでよろしくお願いいたします。さあ鈴鹿ダルシム対鈴鹿さん、鈴木ザンギエフですね。鈴木ザンギエフ来ましたよ。バーローグって書いてあるけどザンギエフです。はい、じゃあちょっと途中ですけども、ここで配信ストップいたします。皆さんご視聴ありがとうございました。またねー。